にちは。と前回の続きになります。前回ね作ったのがこちらなんですけど、このここですね、穴を開けてしまった部分、ここをなんとかコラージュでごまかしながら行きたいなって思ってるのと、これにコラージュをして最終的にね仕上げていきたいなって思っています。ただ今ねここでどうやってねやろうかなってすごい悩んでるんですけど、どうしよう、ずっと思ったのがこう女の子とかとうまく合わせてなんとかねやっていこうかなって思ってるんですけど、さあどうしたもんでしょうか。なので今日はまずここの修正とこの辺のコラージュを敷いて完成にね持っていきたいなと思っています。こういう感じで、ちょっと待って、レースとかもなんとなく使いながら合わせていけばいいのでは。もうさ、ちょっとなんかでもどう？まあちょっとやってってみます。こういう感じでやりながらどうかな。こうしてよし、これでいこう。ちょっと。こんな感じでちょっともうやってみる。やってみながらダメだったらダメでもうしょうがないし、よしともとりあえずね考えてもしょうがないんでやってみます。こんな感じでだんだんちょっとなんとかなるっしょ、可愛くなるですよきっと。なんか私ね結構失敗した部分を隠そうとしてコラージュをして、そしたら意外とやっぱ可愛くなったっていうのが多くて、失敗したから可愛くなったよねっていう時が結構多かったりするんですよ。で多分そこ失敗してなかったらコラージュそこにしようとも思ってなかったしみたいなのがねあるので、そんなに失敗って思ってないっていうか、失敗っちゃ失敗なんだけど、なんて言ったらいいんだろう。よし、こうしてなんとなくこんな感じで貼って、なんかまあいい感じになってきてない？それでもそうなんです、きっとこれはね可愛くなるためにするために失敗、必要な失敗だったんです。これでもさこうしちゃうとさあ、いいか、あいいか別に。よし、ちょっとじゃあこれをとして、うん、
ちょっとアホ毛とかがなくなってつるんとしちゃってるんですけど、まあちょっとこのまつげの部分ね、まつげの部分すごく気になるけど、ここやっちゃうとね、多分ね、マジまつげなくなっちゃいそう。まつげ長いね。どう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 、結構際どくちゃんと、わお、あ、いやいや、切れました。ああ、ああ、いいんでなくて、どうしようかな、ちょっと浮かせようかな、ペタッと貼っちゃうよりかはちょっとクッションテープで貼っていこうかな。ちょっとね、そう、私さ、新しくさ収納を変えてルームツアーを撮りたい撮りたいって多分、ね、ちょこちょこ言ってるんだけど、でこの前あのインスタライブの、あの私の方じゃなくてピンコイさんの方のインスタライブのねやつでアンケートをリクエストの取らせていただいたんですけど、お部屋撮りたいのよ。なんだけどさ、あの収納をさ、あ、ちょっとまたあれ買おうかなみたいな感じでちょこちょこ追加してちょこちょこ変わってるのよ。だからまだね、なんかね、完全体なんか自分の中でなってなくて、よしみたいなさ、もうちょっとここ改良できるんだよなみたいな部分があったりしててね、もうちょっとだけ待ってください。なんでね、なんて言うんだろう、まだなんか不完、まあまあまあ収納にさ、あ、もうこれで OK みたいなのないんだけど、ちょっとね、年内には絶対取るんで、もうしばしだけお待ちください。ちょっとね、もうちょっと変えたい部分があって、ここはもうちょっと綺麗になんかまとまるんでないのっていうさ、嫌な感じ。かぶっちゃうけど、まあ開けた時に可愛いという感覚で。でもさ、こっち側にさ、もう一人いても可愛い気がするんだけど、ちょっとくどいかな。まあでもいない方がいいかな、一人の方がいいかな。悩むな悩むな悩むな。どうしよう、悩み始める。ここら辺にこうするで、ちょっと待って、こっちもあったんだよね。なんかこっちの方がどう、こっちもこっちで合うんじゃないかなって。うわ悩み出すぞ。これはちょっと待って、どうしようかな。ちょっとこれだとヴィンテージ感強いのかな。どう？どう思う？悩んじゃう。違うの。さ、内側にもここにコラージュをしたいって思ってたのよ。かわいい、絶対かわいい。どう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 、いやかわいい、これもかわいい。よし、ちょっともうこタグは内側に使おう。ここに何かもうあれしたいんだけど、かわいい、これにちょっとこの辺のちっちゃいバラとかを合わせて、あーらまー、かわいいんじゃない、いいんじゃなくて、
かわいい。どう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 。ここに昨日ねライブでご紹介させていただいたんですけど、これ中旬に販売予定のダイカットのクマちゃんです。でこれがねポストカードの厚みで 250g あります。なのでかなり厚みがあります。こんな感じですね。おお、ちょっとなんつうの、たわまない。これだとね結構柔らかい。こんぐらい、これがね135なんですけど、こんな感じなんですよ。で250なので結構厚いです。かなりしっかりしてます。でこのねこう周りを縁をカットしたんだけどやば、待ってー、かわちすぎる、やばい、これちょっと待ってテンション上がっちゃう。で今回のクマちゃんは厚みがすごくしっかりしてるから、こういうね細部を細かく切っても全然ね折れる心配ないぐらいしっかりしてます。なのでこうカットしただけで立体にクッションテープとかを使ってねコラージュに使えます。あー、かわいいんだけど。いやー、かわいい。今回もレースペーパーもね一緒に作ったんですよ。なのでちょっとこの、あー、下に入れればよかったかな。こういうちょ、あ、合わせてもかわいいんじゃなくて、ちょっと待ってください。これもね、インスタではもうライブでご紹介しているのと写真をちらっと出しているんですけど、レースペーパーが今回ね種類的には、4種類になるのかな、まあ、大小合わせると全部で6種類なんですけど、ちょっとこちらも詳しく改めてねご紹介したいと思ってるんですが、この下に入れたい。こんな感じ、どうですどうです、かわいい。ちょっと待って、でもちょっとここの散らかりをなんとかしよう。いやね、中のクマちゃんこれかわいくない。ここら辺にももう一枚ちょっとペーパー、レースペーパー欲しいなって思うんだけど、今回にブルー系なんですよ。でも青合わせても結構かわいいんじゃない、この辺。え、どうだろう、こっちか、まあ、同じこれを合わせるか、あ、同じ方でいった方が可愛いかな、どうだろう、ちょっと両方合わせてみます。でも青を貼っても結構差し色っぽくて可愛い気がする。どう、違う悩む。でちょっとだけこんな感じで重ねるのは、こういう風に重ねたら可愛い気がする。よし、ここで行こう。重ねつつで、ちょっとこの部分にお花とかを重ねて違和感をなくす。お花って思ったんだけど、やっぱこっち使いたい。でまずこのはみ出る部分ですね、ここカットしちゃう。わーお、
見てなくて、うん、あーかわいい、え、いい感じ、どうですどうですどうです、ちょっと内側のこの味はこれで完成かな、完成なんだけど、ちょっと内側はこれで完成予定なんだけど、スタンプをこことここら辺に押したいなと思って、これ絶対失敗したくない、これね絶対マジで失敗したくないんだけどちょっと真剣にやります。まあ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 いいんじゃない？うん、どう？いやー、かわいい。で、ちょっと女の子顔隠れちゃうね。顔が隠れちゃうけど、まあちょっと照れてる感じで、表はで、もうちょっとだけここはねやっていきたいので、ない方がいいかなこれ、ちょっと違うかな、ちょっと雰囲気違うか、やっぱちょっとこれ違うね、ちょっと外そう、どう、これで完成、よし完成、どう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 、ちょっともうあ、ここにちょっとシンプルすぎる、ここにちょっとリボンか花か、ちょっとここにリボンをつけようかなと思って、レースのリボンです、レースをねただシュッと縛っただけです、ここにこれをちょっと大きいかな、あー可愛くない、これがちょっと一番つけやすそうかな、こう丸くカーブしてるので、こういう風にねちょっとカーブ型になってるので結構つけやすいかなって思うので、こっちにします。これで完成、いやー、どう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 、可愛くない、まあちょっとね、失敗とかも今回はあったんですけど、でも最終的には可愛くできました。ペットテープ収納ケース、収納ファイルですね。いや、かわちい。え、いい感じ。なんかちょっとこれがさ、レースのこの部分がベールみたいになってるので、女の子の顔が隠れてても、なんかいい感じに見えてきた。ので、これで今回のペットテープ収納ファイルはね、完成になります。いやー、可愛くできた。これね、すごく多分便利だと思うんですよ。見やすいし、作るのも簡単だし、クリアファイル切るだけなんで、ポケット部分は。の、ポケットをいくつも作るのが私はちょっと大変だなって思っちゃうタイプなんで、ファイル切るだけだったらね簡単なんで、よかったらぜひぜひ作ってみてください。ではでは、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまたねー。